本日は、リライズショートストーリーで、高木糸さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初に、自己紹介をお願いします。はい、自己紹介。中国山地のど田舎に住んでいます、杉高キートです。まあ、多分、そうですね、自分の名前を聞いたことがあるっていう人は、多分、最高裁の裁判で、まあ、棄却した時のことかなと思うんですけども、性同一性障害で手術要件が、まあ、ちょっと厳しすぎるんじゃないかということで、自分らしく生きさせてください。家族と、まあ、家族、まあ、妻と子供がいるんですけど、家族になりたいですということで、手術なしで、性別変更の申し立てをして、まあ、そのまま最高裁まで、持っていったっていう、まあ、そういう人です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一つ目は、高木糸さんの今現在の夢ビジョンについてお聞かせください。今の夢、ビジョンですか。うん、そうですね。まあ、そうですね。個人的な話になるけれども、まあ、ちょっと最高裁で、まあ、負けたところ、まあ、棄却されたところから、まあ、自分の中では、なんか自分ができることも全てやったなっていう、まあ、そういう気持ちを持っているので、まあ、あえて、なんか、アウトローで生きてもいいよっていうハンコをもらったような、まあ、そんな気がしていて、なので、まあ、自分はちょっと法律の中ではちょっと生きにくい、なんというか状態だなっていうふうに自分は思っているので、まあ、法律とかに縛られずに、まあ、自分が生きたい生き方は何なのかなっていうことを、まあ、模索中というか、法律が、例えば男だからとか女だからとか決めるとか決めないとか、そういうところの前にもっとその自分はどういうふうにしていきたいのかなっていうのを、法律に関係なく生きるっていうのをできるだけ日々の暮らしの中で紡いでいるっていう感じで、その大きな夢とかビジョンとかって言われると、まああまりないというか、自分が生きたいように生きられる毎日を送るために、自分は日々どんなちっちゃい努力とか勇気とかを持てばいいのかなっていうことを考えるっていう、すごいちっちゃいビジョンを持って暮らしています。はい、ありがとうございます。なるほど、その法律の中で生きづらさを生きにくいというのを感じて、まあ、自分らしく生きたいように生きる。そうですね。まあ、結局その法律っていうのも、自分はまあまあフェアなものだと思っていて、その今回棄却されたから、なんか自分だけかわいそうとか、最高裁ひどいとか、そういうことはあまり思ってなくて、まあ、一般論として見れば、まあ、出た結果とかっていうのは仕方ないものだろうなと思うし、まあ、じゃあまあ、ちょっと話長くなるかもしれないんですけども、そもそもじゃあ何のために最高裁に守っていたかっていうと、まあ、棄却されるのは想定内だったんですけども、その弁護士先生とお話をして、いや、まあ、おそらくその結果はダメだろうけれども、そのダメな結果が本当にその判断で良かったのかっていうのを、みんなが考え始める土台が一つの、なんていうのかな、一つのケースができるので、そのためには負けたとしても一つの結果を残すから、そこからスタートだからっていう、まあ、そういう話を聞いて、あ、なるほどなと、まあ、確かにそうだろうな、こういうふうな声がやっぱり最高裁とか、まあ、裁判所に上がっていかないと、なんか裁判官の人たちも本当にそんな人たちいるのとかっていうところがまず見えないし、まあ、自分たちいないことになってるし、見えないし、なので、どんだけこう、一人で勝手に憤ってても、声って伝わらないと思ったんですよね。なので、まあ、声を上げて、まあ、裁判の結果出してもらって、まあ、そこからいろんな法律家の方々が本当にあれで良かったのかっていうのを、本当にいろんなところで今話をしてくれて、議論になっていてっていうのが良かったなと思って、はい、います。で、ちょっと話の流れ忘れたんですけど、何でしたっけ？ 夢ビジョンのところか。夢ビジョンですよね。あと、そんな法律で、
その法律、まあ自分もこう見えて結構法律の下でちゃんとあの真っ当に暮らしていきたいとどちらかというと願っている、まあ、人間で、まあ、自分がまあその日本で作っている法律の中にまあ当てはまらないので、じゃ あのこういうふうな人がいるんで、あ、何とかしてくれませんか、考えてくれませんかっていう、まあ、つもりで、まあ、裁判に挙げていったんですけど、あの、はい、結局裁判で、まあ、確かにこのケースは問題を、まあ、問題があるけれども今の時点では、まあ、違憲とまでは言えないという判決が出て、はい、まあ、あの、まあ、つまり、まあ、自分は今の法律の中で いけば、まあ、戸籍の性別、まあ、自分の場合は女子っていうことなんですけど、あの、戸籍の性別で暮らしなさい、あなたは日本国憲法的にはというか、まあ、日本の法律的には女性ですよみたいな、あの、ことになっているんですけど、あの、本当にそう生きなければいけないのかっていうのはやっぱり自分の中ではすごく疑問に、まあ、残って思っているところがあって、自分は違うのに、だからこう申し立てているのに、うん、でもやっぱりお前は女だみたいに言われるとなんかどうしていいかわからなくなるっていうか、じゃあ社会的にどう生きたらいいんですかみたいなところが、まあ、まあ困ってしまうわけですけども、まあ、自分はこういう人間ですよ、で裁判所にもちゃんと通って自分はこういうふうにしてほしいっていうのを訴えて、その訴えは退けられたけれども、自分はそう思っているんだ、そう生きたいんだということを、ちゃんと公の場で、もう、あの、日本全国に、あの、自分の生きたい生き方っていうのを、まあ、お伝えしたって思っているので、あの、はい、引け目がないというか、やることはやりましたから、あとは、あの、今の法律にそぐわないんだったら、あの、まあ、ちょっとアウトローみたいな感じで、まあ、よく周りからお前は手だみたいなことを、あの、揶揄されたりしますけど、まあ、自分がどう生きたいのか、自分が後悔しない、まあ、そして、まあ、できるだけ周りに迷惑かけない生き方っていうのは何なのかっていうのを、うん、自分生きていこうっていうふうに、その裁判終わった後に決めたっていうか、まあ、何ですかね、あの、実は裁判が終わった直後に、やっぱ世界、はい、のあのネットのニュースとかを見たとき、日本だけじゃなくて世界のニュースが、まあ、はい、世界にこの、その最高裁の結果っていうのを世界のニュースが駆け回ったんで、その時に世界の反応っていうのが、はい、日本遅れてるね、まだそんな人権無視なこと言ってるのみたいな、そういう声が結構多数あったんですよ、うん、で、はい、それを見たときに、なんか自分はなんか今の結果でよかった、裁判所が出してくれた結果でちょっと胸をなで下ろしたところがあったというか、まあ、あの、棄却だったけれども結構前向きな、あの、判決だったよね、よかったなっていう、ちょっとなんか、あ、よかったよかった、よくやってくれたよ裁判所とかって本当は思ってたんですよ。でもその世界の人たちが、はい、いや甘いわとかっていう風な話を、あの、うん、言ってるのを 見た時に、あ、自分の考えすごいちょっと、あの、求めてたなんか基準がすごく甘かったかもしれないと思って、なんかもっとその、まあ、世界目線だったり、まあ、時にはこう自分の目線だったりで、本当はこうなん、こういうふうな形の方がみんなにとって住みやすいんじゃないでしょうかみたいなことを、もっとあの声を大にして、もっと強く主張してもよかったのかな、弱気だったかもしれないなとちょっと思ってたりするので、まあ、裁判が終わっても自分ができることはもう何もないので、じゃあもう自分の日々の暮らしの中で自分がやり残したこと、自分が本当にこうした方がいいんじゃないかなと思ってることを日々なんか追っていくっていうか、積み重ねていくっていうことを、あの、これからも逃げずにやっていこうっていうのを思っているところです。はい、ありがとうございます。高木人さんが実際その最高裁まで行ったことで、そこで議論が起きたり、世界のでもそのニュースが出たりとかして、なんか、まあ、なんかすごいなんか影響があったのかなというふうに、まあ、聞いて思いました。はい、では、その2つ目に、その夢を具現化するために、これからのその目標とか計画はどのようなものがありますか？そうですね、その
そう、あんまりないっていうか、どう言ったらいいのかな。自分、まあちょっとこれあんまり科学的ではない話かもしれないんですけれども、やっぱり自分、はい、一人一人が、人間が一人一人が考えてたり思ってたりすると、その思いってなんかベクトルになっていくと、 どちらかのこう方向性を決めていく、なんか一人一人の思いに 重さがあるっていうか、方向性があるっていうか、それが全部合わさるとなんか一定の方向に行くのかなみたいなことを、まあ、自分の頭の中でイメージしていて、なので、はい、まあ、自分の思いっていうのは本当軽いものだと思いますけど、その自分の気持ちに嘘をつかないとか、自分が思ってることをちゃんと思うっていうか、自分の重さに責任を持つ生き方をするっていうのが、まあ、自分の中で決めていることで、自分は自分のことしか責任取れない。他の人がどう思うかとか、どう生きるかっていうのは、自分はもう何もコントロールもできないので、その、それぞれが思ってることをやるしかない。で、自分は自分の思ってることをやるしかないので、そこを大事にして生きていれば、きっと結果、自分が望んでいる将来っていうのは、きっと出現するんだろうなというふうに思ってます。これは、まあ、もしかしたらその最高裁に至るまでの、その、まあ、自分の中の、まあ、人生、長い人生の中で、どういうのかな、まあ、例えばカミングアウトする前は、まさか今こういうすごい LGBT に理解のあるすごい、まあ、言葉はちょっと正しいか分かりませんけど、追い風に乗ってるような時代が来るっていうのは正直想像できなかったんですよ。自分カミングアウトしたの40の誕生日の時なんで、もう8年半ぐらい前だと思うんですけど、たかだか10年足らずの間に社会がガラッと変わったこの流れを自分は見てきて、で、なので今からやっぱり10年後とか20年後っていうのは、おそらく今と全く違う世界っていうのが来るなっていうのは、まあ、思うので、なのでその今ちゃんと自分の思いっていうのを、自分は何を考えているのか、どんな世界を夢見ているのかっていうのをちゃんとしっかり持っていれば、そういう流れを作っていくことはきっとできるんだろうな。その自分が作るっていうことじゃなくて、みんなの思いが集まった時に、なんか社会ってある時に行き地を超えるっていうか、なんか変わるような気がするので、その日まで諦めずに自分の人生責任を持って生きるっていう、そういうことを積み重ねていきたいなっていう、だから目標とか行動計画とかそういう大きなものではちょっとないんですけど、まあ、自分はそういうアプローチを取りたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。なるほど。8年半前にそのカミングアウトされる人自体がかなり少なかった時期なんです。そうですね、その当時に、何年だって2013年だったのかなと思うんですけど、まあ、いないことはなかったですけど、その実名でとかっていうのは田舎の方では特にまだ少なかったと思います。自分は都会に行った、その東京に行ってそのトランスの人たちの集まりの会に行ったことがあるんですよ。まあ、自分田舎岡山なんですけど、はい、東京に行くとトランスの人たちは普通に生活をしていて、社会的に普通にそれなりにポジションを持っていて、輝いてきたみたいなのを見てきて、はい、いいんだなって思ったんですね。トランスジェンダーだからみたいなんで引け目を追う必要全然なくって、人としてちゃんと、はい、生き生きと真面目になんか誠実に楽しく人生を送っている人の周りにはやっぱりそういう人が集まるんだなっていうのを見て、はい、帰ってきて何も隠す必要もないし恥じる必要もないしっていうのを思ったし、はい、まあ田舎っていうのは、まあ、ちょっとその名前と素性がバレたらどうなるんだろうみたいな、そういう怖さっていうのは正直、まあ、あったんですけど、でも、はい、この場合はもうこれ以上隠しててもちょっと しんどいなっていうところがあって、
まあ、言わざるを得ないような、まあ、そういう状況にもあったんで、うん、まあ、思い切って、まあ、全てなんかもう失うものが何もないっていう、まあ、そういう状況の中でもう言わないとちょっと自分が持たないなっていうところがあったので、うん、でまあ、言ったんですけど、まあ、その頃は確かに、まあ、田舎の方ではまだまだ少なかったと思います、うん、はい、ありがとうございます。先ほどの質問とちょっと被るかもしれないですけど、その目標計画に向けて日々のその活動指針や基本活動はどういったものがありますか？活動指針難しいですね。まあ、なんか大事にされてるなんか価値観とかそういうもので大丈夫です。そうですね、あの、まあ、自分がちょっとカミングアウトの話にもちょっと重なってくるんですけど、カミングアウトしたのは40の時です。でその時に思ったのが、人生80年だとしたら、まあ、はい、折り返し地点超えたなと思って、でその40になりました。それまではやっぱ自分を隠す、抑え込むっていう、そういう人生を送っていたので、それで人生半分やってみた結果、まあ、行き詰まってきたっていうか、なんか自分を隠して偽って生きるっていうのはなかなかこう窮屈だな、生きていけれないこともないけれども、なんかちょっと伸び伸びできないなっていう、まあ、なんていうのか、やりにくさっていうのを感じていたので、はい、まあ、もう少し具体的に言うと、やっぱあの、まあ、40過ぎると恋愛とか結婚とかが結構厳しい年齢になってくる、そろそろ身を固めたい、それでももう遅いみたいな、なんか微妙な年代になってきて、あの、はい、まあ、不安の40代とか言われますけど、全然不惑じゃないしとかって思って、うん、あの、なんかもう今まで散々こう恋愛しては、いや、なんか親に言えないとか、結婚して子供ができないからとか、はい、なんか社会に顔向けができないみたいに、その、はい、自分の存在自体がやっぱりすごい否定をされてくる経験をたくさん重ねてきて、なんかもうこれ以上傷つきたくないなみたいな、なんかそういうのが、まあ、なんか40を前に、なんか40過ぎて同じことを続けるのは無理と思って、はい、じゃあどうしたらいいんだろうと思った時に、もう自分さらけ出さないと自分のままで勝負できない。でもし自分のままで勝負して、なんか土俵に立って、まあ、恋愛にしても、はい、まあ、誰かをこう巡ってこう男同士の取り合いみたいになったとしても、それで負けるなら、なんか潔くなんかされるって思ったんですけど、まず同じ土俵に乗らないこと自体がもう自分の中ですごいなんか悔しさっていうか、虚しさっていうか、はい、やりきれなさとか後悔とか、なんか、はい、全てを出し切ってないのに負けるっていう悔しさが、なんかもういい加減にしてほしいと思って、あの、自分を見てくれっていう、まあ、そういう年代になって、うん、カミングアウトっていうのを、まあ、しまして、その時に思ったのが、やっぱり自分の気持ちに正直で生きていれば、どんな結果になったとしても自分はその結果を引き受けられると思ったんですよ。でも自分に嘘ついて、自分を偽ったり隠したりごまかしたり、なんか適当なこと言って逃げたり、そういう中で得た結果を元に生きてても、なんかこう力が出ないっていうか、はい、なんでそこに自分は責任を問わない、あの、責任を負わないといけないんだろうっていう、自分自身への怒りっていうかを感じていたので、40以降は自分の気持ちに正直であるかどうかっていうところを元にいろいろなことを決断していこうって決めて、まあ、比較的それに忠実に生きてきてるのかなと思います。これからもそうしていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。では4つ目ですね。まあ、最初におっしゃったその夢ビジョン、まあ、自分がその生きたいように生きるっていう、まあ、最初の時の質問の時もおっしゃってたと思いますが、夢ビジョンを目指すきっかけにどんな、まあ、気づきや発見がありましたか？その背景ということですよね。背景、はい、そうですね。まあ、ちょっと自分のケースで言うと、あの、まあ、裁判に至る過程の中で、はい、まあ、手術要件っていうのがあって、その制度
一性障害の人が性別を変更するにあたり、そのこういう条件を満たしていたら性別変えさせてあげますよっていう、まあ、条件がいくつかあって、その中で自分が該当していないのがその生殖機能を、まあ、有していたっていうところが問題だったわけですよ、はい、で、まあ、よくその、まあ、例えば体が女性系の人の場合だと子宮とか卵巣を、まあ、取ってしまうと摘出すると、まあ、子供ができないということで、あの生殖能力なしだから、まあ、男性に変えてあげますよっていう、はい、まあ、ことになるんですけど、まあ、すごい雑に言いましたけど、まあ、そうなるんですけど、あの、はい、自分の中ではそれってすごく、まあ、疑問に思っていたんですよ。その、はい、じゃあ手術をするのはいいですけど、手術をしてじゃあ男性機能を得ることができるとか、そういうふうな手術だったらやる価値があると思うんですけど、あの、はい、手術をしたところでただ単純にその女性の機能、女性が子供を産むという機能を、まあ、取っているだけで、それがなぜ男性として認められるのかっていうのが、はい、まあ、自分の中では腑に落ちないところが、まあ、あって、その手術をして例えば自分の精子が作れるようになりましたとか、なんかちゃんと勃起する、あの、立派なペニスがありますみたいな、そういう、あの、手術をしてくれるんだったら、なんか手術の価値があるなと思うんですけど、そうではない、うん、それなのになぜそんなに手術になんかみんな執着、みんなっていうのはその法律を作る側もその我々当事者も、うん、なんでそこまで、あの、固執するのかなっていうのは、まあ、前々から、まあ、疑問に思っていたところなんですよね。で、はい、ある時ハッと気がついたんですよ、はい、あ、なるほど、あの、まあ、性別変更の届出申し立て書っていうのは家庭裁判所レベルなんですよ。家庭裁判所の裁判官がいいよって言ったら、まあ、OK なんですけど、まあ、そう簡単には言わないんですけど、はい、その家庭裁判所に申し立て書を持っていくにあたり、はい、あの、そこにはその持っていく際には手術要件を満たしている必要はないなって気がついたんですよ。うーん、許可をするのにはその申し立ての許可を出すときにはその子供が何歳以下ですよとか、なんか手術してますよとか、はい、なんか、まあ、いろいろ5つぐらいあるんですけど、はい、条件を満たしている人に許可が出るけれども、その申し立て書を持っていくには別に許可、あの、条件があるわけではないっていうすごい単純なことに気がつきまして、はい、あ、そうか、じゃあとりあえず、まあ、ひょっとしたらその岡山の地方の家庭裁判所だったら事情も分かるし、一人一人の顔もおそらく見えてるだろうから、もしかしたらちょっと君のケースを確かに言われる通りだね、押しとくわみたいなことが起こるかなと思って、はい、持っていたっていう、そういうなんか視点のパラダイムシフトがちょっとあって、うん、申し立てをしてみようと。そしたら、まあ、全国に、まあ、調べたと、まあ、自分とちょっと、まあ、ある記者さんの調べによると、はい、まあ、そういうケースは2例目だったっていうことで、まあ、自分より一つ前に島根だったか、なんか松江だったか松山だったか、あの、そこで出た方がまあいらっしゃったみたいなんですけど、はい、あの、まあ、まあ全国的に珍しい事例だということで、まあ、注目もあったのかなというふうに思っています、うんうん、なるほど。じゃあ、その申し立て通らないかもしれないけど、その申し立て書を持っていくっていうことでその話題になったというか、っていうより、まあ、話題になったのは、まあ、今までその体をいじらない性同一性障害だと名乗る人が表舞台に出てくることがすごく少なかったんですよ。お、性同一性障害イコール手術付きっていうのが、まあ、手術するぐらいの気持ちがないと性同一性障害って名乗るなよみたいなぐらいの、まあ、雰囲気が、まあ、あったっていう中で、まあ、自分は、はい、いやいや、その
まあ、手術はまあしたい人もいればしたくない人、あるいはできない人、まあ、いろいろ事情がある中で、まあ、自分の場合は健康をやっぱり重視する、健康とかその手術の本当の意味とか、あるいはじゃあセクシャルアイデンティティってどこにあるのかな、体なのかな、心なのかなって考えたら、やっぱりトランスジェンダーの人たちは心にそのセクシャルアイデンティティがあるわけで、体にセクシャルアイデンティティを持ってないはずなんですよね。そういう人が、いや体こそ、体さえ男性系だったら男性だって名乗れるとかっていうところに議論を進めちゃうと、本当にもう無理な話、はい、そのないものねだりをしても結局全然その手に入らないわけですよ。手に入れたような気持ちになってもそれは結局フェイクでしかないっていうふうに、まあ、自分は感じていて、いたり、まあ、いろんな人と話をする中で、あ、体を求めてもそれは自分は幸せにならないだろうなっていうふうに思ったので、はい、ちゃんとその見えないけれどもその心内面その、のセクシャリティ、セクシャルアイデンティティっていうところで勝負をしないと、はい、論点がずれてしまうっていうのをすごく、まあ、思っていたんですよ。で、はい、そもそも我々当事者がそのセクシャルマイノリティというか、まあ、トランスジェンダー、まあ、性同一性障害の人たち自身がなんか体とか男性とはとか女性とはっていうすごいプロトタイプに目を奪われすぎてしまって、本当の自分は何なのかっていうところをちょっと置き去りにしちゃってたんじゃないかなっていうところに、まあ、視点がいったっていうか、うん、そういうところが、まあ、今までそれぞれやっぱ思ってたと思うんですよ。日本中でいろんな自分と似たような考えの人はたくさんいたと思うんですけど、その、はい、そういう人たちって実はマジョリティっていうか、あの性同一性障害の人たちの中で手術をする人っていうのは大体1割から2割って言われていて、まあ、その人たちが性別変更して、まあ、社会的に表舞台で生きていけれる切符を手にした人たちだと思うんですけれども、はい、実は8割9割の残っている人たちは手術も しないし性別変更もしないしっていう人たちが実はマジョリティとして見えないサイレントマジョリティっていうのかな、あのいるんですよ。でその人たちは自分なりに、はい、その社会の中で落とし前を自分なりのこう落としどころを見つけ出して自分の気持ちを、はい、しながら周りの人たちと、まあ、なんとかかんとかやりながら自分の居場所を見つけながら声を上げずにその中で一生懸命生きてるわけですよ。見えない、言わないから見えないし知られてないと思うけれども、実はそのマジョリティってそっちで、はい、なので本当はたくさんいるんだけれども、そういうことを、まあ、あえて言う必要はなかったわけです、はい、まあ、自分も結婚とかを考えなかったら、あの、うん、言わなくてもいいことだったんですよね。はい、なのでそういうそのあえてこう口に出してなんか手術せずに結婚させろとか、まあ、性別変更させろとか結婚させろとか家族を持たせろみたいなことをわざわざ言う人が、まあ、いなくて珍しかったっていうことだと思います。うん、はい、ありがとうございます。いや本当にその8、9割 その手術をされない方がその、まあ、サイレントマジョリティということで、あのそういった人の声がやっぱり届いてなかったっていうことなんでしょうか。そうですね、やっぱりその、まあ、裁判、最高裁の結果が出るまではあまり自分の耳にも入ってこなかったんですけど、あの同じような境遇で、はい、まあ、辛い思いをしてたりとか、まあ、そのそれぞれの地で踏ん張ってる人たちが本当に、まあ、自分の裁判の過程を 見る中ですごく勇気づけられたとかっていうふうな声を、はい、まあ、届けてくれるようになって、はい、その後にもなんか似たような境遇の方が裁判をされたりとか、そういうふうな動きにもつながっていってたりするので、うん、なんか一回見えるようになると、なんか見えるようになるじゃないですか。はい、ラーメン食べたいなと思ったらラーメン屋さんがバーッと見えてくるような感じで、
今までいなかった人がいるよっていうことになって、それが見えるようになると、あそこにもあそこにもあそこにもみたいなのが、なんか急に突然見えるようになるっていう、なんかそういう現象が、なんかあれから起こったような気がします。はい、ありがとうございます。いや、本当に本日は貴重なお時間いただき、お話を伺えてすごい良かったです。はい、インタビューは以上で終了したいと思います。ありがとうございました。